何が面白いんだか。私の顔なんか見ても面白くもなんともないだろう。じゃあ何なんだ。今、違うことを考えただろう。遮断しないと、勝手に情報が入ってくるんだ。私に罪はない。油断したんだ。恥ずかしいことを考える君が悪いんだぞ。考えていた。考えているだ。恥ずかしいことを。君が面食いなのは分かっているが、あまりそういう目でジロジロ見ないでくれ。私の繊細な神経がすり減るんだ。変なことを考えるな。私は、そんなことは。気持ちより吐血しそうだ。気分が悪い。注射と薬を出さない医者になら、かかってもいい。もちろん、手術なんてもってのほか。それで、完璧に治せるというのなら言ってもいい。だろ。世間にはヤブ医者しかいないんだ。
よくない、よくないぞ。そうだ、よくない。幸せだったんだな。ん？何のことだ？幸せな時間の思い出は悪いものじゃない。苦労なんてしなくてもいいのならしない方がいい。言ったろ、私は永遠に子供で最初から大人なんだよ。何も知らないままだし、最初から何もかも知っている。
見たのか、あれを。見たんだろ？残像だよ。恐れることはない。あれは影のような実体のないものだ。見たんだろ？この世界の住人の死体が姿を維持できず、時計だけが残る様を。そして残像が後始末をしていく様を。な、その通りだよ。あれはルールの一環だ。これは夢だ。そうだろ？夢なんだぞ。
死んでいたのは見知らぬ人間だっただろう。よかった。もうすぐ仕事が終わるのでお相手しますよ。でもせっかくあなたに会えたんだから、やっぱり仕事なんてしていられません。すぐにお茶の準備をしましょう。僕は今猛烈に感動しています。ヒステリーな上司に退屈な仕事、そんな中あなたに会えただけで幸せだというのに、その上ねぎらってもらえるなんて。あなたとお茶ができるだけで仕事の疲れなんて吹っ飛びますよ。先行ってろ、お前ら。
ああ、今忙しい時期でな。嘘？今の状態が暇に見えるのか？それ誰から聞いた？なんでブラッドがあんたに仕事のことまで話すんだよ。いつの間にそんなに親密になったんだ。親密でもないのにブラッドが仕事の話なんか漏らすわけないだろ。あんたどういう手を使って聞き出したんだよ。俺のいないところで合ってるのか。わかった。仕事はほどほどにする。出かけることが多いのはどうにもならねえが、必ず部屋に戻れるようにな。だからあんたもあんまり部屋から出ずに待っていてくれ。